はい、ソムグチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。奈良支部長の山崎です。今日皆さんにご紹介したい本は、こちら、親不孝介護、えー、隣の介護の川内淳さんが書かれている本になります、えー。こちらはですね、ぜひ仕事と介護を両立している方や、えー、産業ケアマネさんに、あのぜひ、ね、手に取っていただきたい本になっております。で私があの気になった一節に、距離はお互いの お互いに一人の人間という理解のために必要ということで、ぜひね、あの皆さん自分をまず大事にしてほしいなというふうに思っております。それではまた。